はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理、中国四国地方丸4をお送りします。でこれで第4弾目で、ここでね終わりになります。中国四国地方はね、だから次回からは違う地方になるんですが、で最後は残ってる2つの都道府県、それとまあねちょっとおまけをつけて全部で9個の穴埋めとなっておりますので、できたの子はねぜひ動画を止めてやってみてください。でちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね全部説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね1番から説明の方始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で前回からね四国の方に移ってきて、まあ、あと残り2つここに残っております。で一応香川そして徳島とやってきたんで、まあ、こういう流れで行こうかと思うので、まず赤の H の都道府県から行きましょう。で H ね、都道府県名、まず名前が高知県ですね。四国の中で左下、まあ、よく俺は左下って言ってしまうんですけど、左下に位置するここは高知県になります。で高知県はとても温暖です。あったかいです、気候として。でそれは九州地方の時にやった理由と同じで、ここ下もね黒潮が流れてるんです、暖流が。だからあったかいね暖流があるおかげで暖かいです、気候としても。でその気候を生かした野菜のほにゃらら栽培が盛んです。でこれも前に出てきております。この高知でも促成栽培が盛んであります。でこの促成栽培をすることで、もともと夏野菜、夏に採れる野菜を冬に生産をして、それを関東とか例えば近畿とかに出荷すると、そういうことをやっております。でもちろんやっぱ海にも面しているので漁業も盛んです。でほにゃらら漁とか、ほにゃらら漁がね伝統的に行われてきました。で高知といったらカツオとマグロ、ね、この漁を行ってきたと、これを覚えておいてください。いいかな。では次最後ね、愛の都道府県です。で一番左上だね。であそこ青のところが愛媛県です。なので四国の左上は愛媛県と覚えてください。で愛媛県はですね、段々畑っていうのがあるんですけど、その段々畑でのほにゃらら栽培が盛んです。でまあ愛媛と言ったらこの果物が、ね、出てくるといいかな。みかんですね。あとまあ伊予柑とかも有名なんですけど、まあみかん栽培が盛んだと。で宇和海っていう海があります。で宇和海っていうのはここです。ここ宇和海があるんですけど、そこではホニャララとかハマチ、タイなんかの養殖が行われてます。で一つだけね穴埋めにしてるんですけど、そこではね真珠です。いいかな。真珠、ハマチ、タイなんかがここの宇和海で養殖されてます。いいかな。で段々畑ね、これもぜひネットで検索して画像を見ていただけるとありがたいんですが、段々畑なんで畑がねこう階段みたいになってるんです。こう階段状で、この階段の一段一段に畑がある、畑があって畑があってみたいな、でそういうところでみかんを育ててます。で最後都道府県ではないんですがおまけですね。でこれは中国四国地方全体的に言えることで、山間地域つまり山です、山の地域とか離島、これね島がいっぱいあるので、その離島なんかではほにゃらら化が進んでます。今これがすごく問題になってるんですけど、で何が進んでるかっていうと、過疎化です。人がいなくなってくる、つまり特に若い人がねどん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 都会に出ていってしまって、ね、いなくなってくる、人口が減ってるという過疎化が進んでます。なのでその過疎化が進んでるそれぞれの市町村がね、例えば特産品、まあ、これは食べ物とかでもいいよね、その地域の有名なもの、特産品とか観光資源、あとは漫画のキャラクターなんかを活用したホニャララを行って地域の活性化を目指しています。で何を行ってるかっていうと、これを町おこしとか村おこしって言います。
で、漫画のキャラクター、一応これ教科書に書いてあったんでね、取り上げてるんですが、例えばこれ鳥取県の話ね、鳥取ここです。鳥取。で、鳥取はですね、ゲゲゲの鬼太郎の作者の水木しげるさんの出身地なんですね。なので、そのゲゲゲの鬼太郎を使った、そのね、何だっけな、水木しげるロードだっけな、そういうのが観光地があるんですよ。で、そういうのを売り出して、人が来てもらえるように。で、人が来てもらって、そうすると地域が活性化するから。いいかな、そういった町おこしとか、ね、村おこしってのをやっています。いいかな。では、今回は社会の地理、中国四国地方丸4をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言った通りね、これでこの地方は終わりで、で、次回からは近畿地方に入ります。まあ、同じような流れでね、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。